なんかハーブとか、なんかハーブしこたま買えばゴリ押して勝てる気がするわ。多少弱くても。出たクソデカ幽霊。こいつに余裕で勝てないとダメだよな普通に。アイテムで敵を攻撃する、そんなもんあんの？ないぜ、そんな術。しかし面白い、これ。さっきなんかこのランプがどうのって言ってたから、ここはいいや。で、ここだな。オート。ちょっとオートの、ちょっとホテルで一泊させてくれ、まずは。ちょっと俺らズタボロだから。でちょっとあれ行こう、アイテムか行こう、アイテム、うん、どっちだこれか、壺か、道具屋か、道具屋。ちょこれ、あの、ん、合計金額もう700とかあるから、もう20個くらい買っていって、これ天使の涙、あー、これも、あ、でもこれどうだろうな、ちょっとこれありがたいんだよな、これちょっと1個買っとこうかな。で、あの、見せてます。これだけあれ十分だろう。で、君何？あ、そうなんすか。ああ、今幸せだもの、後悔してないわって。後悔してるやつが言うセリフだぜ、それ。まあいいや、多くはこんなやつに語る必要はない。己の戦闘で精一杯だから今。おい、あの、俺にもっと強い武器をくれ。で、お土産用の剣。ちょっと、これ欲しいっすわ。ん？ちょっと待って。なんだ、銅の剣って。めっちゃいいじゃん。ちょっとこれくれよ。あの、ネイマールだけクソ強くしたいわ。セール品のなんちゃらと、ローブ。銅のローブ。ちょっとこれもくれ。で、あの、いいです、これで。銅の剣にして、で、ネイマールはいいや、あの、こいつ体力のなんちゃらと、なんかこれ装備なしになってるから、これセールのこれにしようで、ね、肉球で、これをなんだ、お手製の杖、これはいいや、防毒の仮面、シミのついたなんちゃら、もううち1個いらない。あと修理された剣とかいうやつ、これあれでも2つ つけれねえよな確か。で、これ銅の探検にしてんだよな。あと肉球の拳、あ、これ買おう、これないと、あ、こっちの方がよかった、まあいいか、贅沢言えねえ、金がねえから。これで相当マシになるんじゃない、こいつ装備なしだろ、頼むよ。ちょ、これで戦いが楽しみだな。ちょっと見に行こう。じゃあ森にレッツゴーしようか。邪魔くせえな、ほんと。さあ、どれだけ強くなった、試してみせろ。お、めちゃめちゃマシになったな。やっぱあれだな、あれがねえとダメだわ、あの道具。今まで竜人が弱かったの、丸裸だから弱かったんだな、一人。攻撃力が今段違いになったもん。ああ、もう全然強い。ああ、もう最高だな。ちょっとステータス上がったらもうこんなに違えのか。早くみんな銅にしてほしいわ、銅。お金もらえねえかな、ここで。28か。ん？あ、ここ森か。今お金どんだけある？ 68 か。森の中であれするのとどちら金がたまんだろう。まあいいか。ちょっと、中腹くらいに行こう。めんどくせえから。お、いいじゃん。ここからちょっと戻るくらいがいいな。だいぶ良くなったな。やっぱ竜神さんが、あの、ちゃんとダメージ与えれるようになったのが非常に嬉しいわ。それだけでも効果があったわ。うん。